京福電気鉄道で、お300系電車は、京福電気鉄道が1959年に申請した電車である。車両記号の、でおとは、でが電動車を、おが、車体の大きさをそれぞれ意味する。営山線発、かつ京福としても、初めてのカルダン駆動車両。1959年に、日立製作所で301.302の2両が製造された。 コロジ空気を使用した空気バネ台車や大荷重装置付きの多段式電動化無軸式制御装置、アマ電空平用ブレーキなど当時の最新技術を取り入れ 75kW4 のモーターは当時の大手私鉄の電車に匹敵する出力で設計上の最高速度は時速 100km とデオ2 0 0系以上に軽半線への乗り入れを意識して設計されていた。 外観においても埋め込み式の貫通ホールを備えた一段、くぼんだ貫通扉を有した全金属製車体で、全長16.14メートルは、歴代エ電車両で最大のものである。なお実際にこの車両での軽半乗り入れも、検討されていた。当初は運転室側、車掌台側ともに貫通路窓と同じ高さの固定窓であったが、後に車掌台側窓が、 アルミサッシの開閉可能なものになり、また運転台側窓も自動ワイパーの取り付け時に小さく変更されている。パンタ台や配管は当初から準備されていたが、ランボード等は後のパンタグラフか準備工事で取り付けられている。ラッシュピークの前後時には、単車での乗降時間の増加を高い加減速性能で取り戻すほどの実力を持っていたが、 電空併用ブレーキの調整が難しいのか、ブレーキ音が激しく、沿線からの苦情も多かった。また、ポール終電時代は、容量の都合で各社のポールを使用しなければならないことや、二両連結時には、ホーム有効調がギリギリとなる、地上設備等の問題があり、結局、パンタグラフ化改造後も連結運転の機会には恵まれなかった。結果、 新機能や大型化が、あだとなって、運転や、星面で扱いにくい車両となり、永山線、倉間線が、京福電気鉄道の完全子会社として、設立された永山電鉄へ移管された後、デオ730型に代替するため、1988年に30年、足らずで廃車となった。なお、デオ730系の申請に際しては、 京阪1800系の廃車発生品である主要機器を搭載したため、本形式は、車体、主要機器ともすべて解体処分された。嵐山本線系統では、もぼ2001型まで存在しなかった。電気ブレーキと空気ブレーキを一つの制御機で取り扱う方式。現在の電車の主流である。ただし、長距離山岳線など連続して、 ブレーキを使用する車両では加熱の問題で空気ブレーキの連続使用ができないため電気ブレーキと空気ブレーキは別の制御機で取り扱うものが多い。デオ300系以外の A 残線車両は現在に至るまで後者の方式である。その後、現在の永電に至るまで純然たる完全心臓の電車は800系のみである。ありがとうございます。